カナディアンって言ったよな。もうとっても忙しくないんだよね、先生。もうとっても島谷さん。で、外野はできるだけ静かにいたしましょう、これから。ね、ご本人にプレッシャーをね、与えすぎるのもいけないから。はい、静かに見守ります。来年もでもまだ楽しみが続きましたね。そうですね、はい、みんな元気で頑張りましょう。村上さんには一番元気で頑張っていただきましょう。村上も幼いと言うと監督いましたね。村上君早く取れというふうに、早く取れというふうに、早く取れというふうに励まさないといけないですね、本人に。ほんまにねえ、皆さんこんなにしてね、期待して待ってますね。本当にでも教えたものが多い人は嬉しいです。みんなこんなに集まっていただけるとは。お気持ちは残念です。ね、でもまだね、来年がありますやん。来年を楽しみに。